どうも、ベルネスパーツ買っていけと思います。はい、本日は南葛高校でサブアカボランティアサクセスをやっていきたいと思います。敵の方は翼、飛鳥、小野で、三崎、優、そして高山、この6人でいきたいと思います。で、バッチの方はね、フットボールギア持ち込んでおります。はい、そしてアイテムの方はバードリーと招き猫持ち込んでおります。では、やっていきましょう。まあ、やっぱりね、この高山、強いです。まあ、南葛高校のボランチ、そしてアスレティス高校のまあゴールキーパー、まあその辺でね、かなりの火力を出してくれる。まあ、これはもうレギュラー入りでしょうね。まあしっかりと、やっていきたいと思います。まあメインアカウントでもね、いい結果出せましたんで、サブアカの方でもね、 XS のボランチ作っていきたいなとは思ってます。一応今のスタメンのボランチが片方はね、 XS 超えてるんですけども、片方がまだ USS9 です。まあそこのね、スタメン更新目指してやっていきたいと思っております。ではここから、しっかりとやっていきましょう。ではまずはミラクルドライブシュートからでいいかな。はい、やっていきまーす。はい、そしてメンタルが良さげなものが来てますね。はい、メンタル入れていきます。はい、 OK です。で、アスカ、まあ今回はね、スイーツではなくアスカなので評価がまだ楽です。ここでね、評価10上がってくるんで結構楽ですね。そしてまたメンタルでいいものが来てますので、これメンタル踏んでおきましょう。で、次のターンで終わりますね。まあいい感じに終わってくれます。で、ここはクマささっと呼んでいきたいです。はい、で、ここで、どこで終わらせていこう。結構あるな。まあメンタルでいくのがいいのか、テクニックでいくか。あそこの評価上げておきます。まあ上げなくても次ね、評価10上げれる名言が来るんで、別にいらないかもしれませんが、ここは一応上げておきます。はい、そしてここは試合経験点上げていきたいと思います。さあ、この辺でささっと終わらせていきたい。で、相談しておきます。で、チームメイトの評価上げておきましょう。で、ここでタックが、オフェンス、あ、いいね。次、石崎踏めば終わりなすんで、これはオフェンスいっておきますね。で、練習後イベントでタック名言来てほしい。はい、残念、20回復ですね。で、ここで、ディフェンス終わらせていきましょう。で、20回復させておきます。で、次ね、告白来てほしいですね。告白来て、ささっとデート、返していきたいところではあります。はい。で、ここはスカイラブハリケーンでもいいかなって感じですね。あ、でもテイクオフにしとこうか。テイクオフにしておきます。まあ、筋力精神がね、ちょっとね、稼ぎづらいんで、スカイラブハリケーンよりかはこっちやっておきます。はい、そして、告白は来ないな。で、俺も負けてられない。で、体力持ってかれます。はい、そしてここでメンタルかな。あ、テクニックいいな。テクニックいいですね。ここはちょっとドリンク飲んでおきます。まあ、南葛高校ね、まだ早めからドリンク飲んでもまだ大丈夫なところはありますんで、飲んでおきましょう。怪我するのだけは嫌です。はい。はい、で、ユウも筋トレ進んでいきます。てか、告白来ねえな。この子、告白来やすいはずなんだけどね。はい、で、翼の福井部終了です。で、ここで、翼いるとこ踏んでいきたいんですが、翼行きますか。はい、では翼行ってきます。で、練習後イベント来てください。はい、OK です。で、タック名言来てくれました。ナイスですね。でもここで、ちょっとやだな、体力消費か。ここは告白来てほしいぞ。告白来て、デートさっさと OK、ナイス。で、ワンチャンこのターンでね、終わってくれるといいんだが、終わるかなって感じですね。残り2。あ、終わるね。じゃあテクニック行きます。テクニックは踏んでいくんですが、ちょっと能力を上げていきたいと思います。テクニックしっかりと上げておきましょう。まあ、とりあえず、ボランチということでね、テクニックはしっかりと上げます。で、テクニック112、正確無比。それを取りつつ、オフェンス、まあ、S いけたらラッキー。まあ、C ぐらいは最低でもいきたいかなって感じで上げていきます。まあ、敏捷はね、スピード、ディフェンスで結構使いますので、テクニックタックでしっかりと稼いでおきましょう。ではこれ、テクニック行ってしまいます。行きましょう。はい、OK です。高山くんタックね。で、次、デート行きます。デート。アスカのデートはね、一発目で回復もらえます。回復のコツもらえますので結構ありがたいです。まあ、早めに踏んでおきたいデートの一つですね。はい、ではスカイラブハリケーンで10達成させます。で、ここでアスカが動いていきます。はい、福井部1回目。でもって、ここでさすがにいいところはなかったんで、ここはデート行っておきましょう。はい、デート行きます。で、カフェで回復コツ回っておきます。はい。で、セク1終了ですね。はい。まあまあ、セク1はいい感じに激闘が流れてくれたかな。2552。いい流れです。はい、で、ここで高山くんの福井部が進んでいきますね。はい。で、ここ回復136か。
まあ、体力はちょっと温存しつつやっていきたいところではありますね。で、これスピードいくかな、スピードいくかな、はい、いっときます。で、ここで、ファンタグラディスタ、取っていきたいと思います。はい、そしてテクニック上げといて、で、スタミナ上げといてって感じですね。うん、で、スピードも上げておきましょう。はい、こんな感じで基礎値は上げておきまーす。はい、では、ここで、テクニックで、お、いいタック来てんじゃん、4タック。まあ、初めなんでね、タックちょっとしょぼいですが、いい4タック来ております。うん、序盤からありがたいタックですね。ありがとうございます。はい、で、ここで激闘が終わっていきます。で、10個集まったんで、さあ、得意練習頻度ささっと踏んでいくよ。 OK、 一発目できましたね、ありがとう。で、ここはあれ、テクニック上げておきます。とりあえずテクニック上げときます。で、臨床も使いたいね、臨床も使いたいですね。うん、で、スタミナも振っておきましょう。はい、そしてテクニックがいい感じにタック来てますね。わあ、これちょっともったいないけど、ドリンク使いますか。ちょっときついな、ちょっときついな、ドリンクはちょっときつい、さすがに使いすぎな感じはする。はい、では名言ね、 OK です。で、これは実力で勝負で出し事もらっておきます。はい、そしてここはデートかなって感じですね。ここはデート行っておきましょう。はい、テクニック、もうテクニック100ですね、ありがたい、早いぞ、かなり早いぞ。で、ここでカラデートか、カラデート、アスカのカラデートはね、まだ優秀だからいいけど、うん、いいけどね。はい、で、高山くんで、らしくないぞで体力消費を抑えておきます。で、ちょっと待てよ、回復取ってねえな、俺。うん、回復取ってねえ、筋力欲しいな。微妙、これはとりあえずテクかな。次緑5なんか来ないから、とりあえず次ね、美咲くんと緑が一緒にいてくれることを祈ってます。はい、さあ、美咲と緑一緒に乗れ。で、アスカが動いていきます。これはチームメイトと話してビハインドのコツもらっておきます。まあ、やる気下がっちゃいますけどね、大丈夫です。あれ、いねえか、ちょっと辛いな、それはな。まあ、これはこっち行っておきましょう。翼の名言もらっておきます。はい、いいですね。でもって次終わり、基本能力アップだけしといてもいいけども、はい。で、ここはメンタルいきますね。はい、メンタルいってきます。はい、いきましょう。で、得意練習頻度が終わりました。で、星が高いの言っておきたいの、これはゴールデンコンビのそれぞれ言っておきましょうか。はい、で、U です。どっちでもいいな。技術もらっておきましょうか。結構技術使うからね、テクニック。ボランチの場合はね。はい、で、小山、あと1回です。小山くんがあと1回で終わります。小山の依存って何なんだろうな、わかんねえんだよ。お、いいタック来てます。いいタック来てるけど、これ、あれなんだよな、微妙なんだよな。テンション上がってればよかったけどね。うん。デート行っておきます。はい。テンション上がってれば絶対アッコ踏んでましたね。で、小野真嗣が進んでいきます。はい、OK ですね、ささっと、ささっと。まあ、小野真嗣はね、基本的に成功してくれる方がありがたいな。シルキーは成功させてほしい。はい、そしてここは微妙だな、微妙だな。美咲、翼がそれぞれのところにいる。まあ、これは翼の名言もらっておきましょう。名言枠でいきます。はい、で、翼の名言もらいました。まあ、神業トラップはね、絶対ゲットしたいんでね、しっかりとゲットさせておきます。はい、U で、サッカーので、精神もらってきますね。で、翼が終わっていきます。ファンタグラディスタ成功です。まあ、翼は最悪失敗してもいいと思ってました。うん、最悪失敗してもいい。問題はね、あー、体力回復させておきますね。やる気下がりますが、はい、ではここで、まあ、終わらせていくことを考えると、翼の名言もらいたいけど、まあ、ここだろうな。次、美咲踏んで終わらせていきます。はい、美咲くんが動いていきますね。あと2回で筋力終了。はい、体力持っていくな、体力持ってほしく、持っていってほしくないんだけどな。
で、能力しっかりと上げていきましょう。ディフェンス、まあボランチなんでね、ディフェンス110、101はしたいよねって感じはしてる。うん、あとボランチの場合ね、ディフェンスのね上限でね、もうちょっとね査定を上げてほしいなと思いますね。うん、まあディフェンスとオフェンスが同じ査定値っていうのはちょっと気に食わないですよね。テクニックだけ高いっていうのも分かるんですけど、もうちょっと残念です。はい、でキャプテン翼いっときたいなこれな。うん、ちょっとドリンクないんで自然回復増やしておきます。で小山、はい、オッケー、徹底抗戦ゲットです。ナイス、いいよ。ヤマト魂徹底抗戦、ヤマト魂徹底抗戦ってことは、まあよりね、より筋力精神が必要になります。なのでまあしっかりとオフェンスタックね、ハマってくれることを祈ってます。あとは高山のディフェンスタックもちょっと踏みたいなっていう感じはしております。はい、セクに7311ということで、セク3やっていきましょう。でここはね、健康に過ごしたり体力回復させておきます。はい、あー微妙だな、スピードいくか、微妙だな、オフェンスでもいいな、3-4だからね。でもスピードですね、敏捷稼いでおきます。はい、 OK です。で U が終わっていく、体力持っていくね。ちょっとここはやめてほしかった感じはするけど、まあ仕方ない。はい、でここメンタル踏ませてほしい。あー無理かな、無理かな、あいいや、これメンタルでいい。はい、ではメンタルいってきます。で翼の名言ください。はい、いいですね。で体力回復、お体力60回復は結構ありがたいぞ。今回の場合ね、本当にね体力がね大変になってるんで、うん、ありがたい。で大野真嗣も成功してくれております。お結構いいペースになってきましたね。あでメンタルか、あでもこれ翼行きてえな。デート次4回目、体力回復ある、なのでここは翼で行ってきます。次のデート回復あるんでね、ここは翼で踏んで名言もらっておきましょう。ください。うわくれない、マジか、それはちょっときついな。エッフェルパス行ってきます。で小野真嗣でもって、ここはデート行きましょうか。ここはデート行きます。次デート回復あるんで、しかもここのタイミング結構いいデートタイミングなんで行ってきます。まあ7月4週はデートで、あと8月4週もデートなんで、3ターン置くと思ったらやっぱここでデート行っとかないといけないですよね。うん、8月4週は絶対デートです。はい、ではデート行きます。で次体力回復ないデートなんで、ちょっとその辺を考慮しつつメンタルを踏みたいところではありますね。あとは翼の名言で何とかしたいところ。はい、そしてこれはオフェンスかテクかな、オフェンス行きますか。で次赤となるぞ。はい、で美咲くんが終わっていきます。はい、で終わった、オッケー、ディフェンス終わってくれます。1%、怪我するなよ。うん、さすがに60は飲みたくない、今ちょっともったいないからね。はい、ではこれでエッフェルパス終了です。で次のターン60回復するか、60回復していきたいところで、こここれ行こう。うん、いいね、一瞬で終わるものを着てくれるのはありがたい。で美咲成功、でも体力持ってかれてる、ちょっとやばい。これはまあもちろん体力回復ですね。はい、でもってここで、いいところ、いいところ、いいところ、あーねえ、まあ、ここだな、ディフェンスだな。では体力回復させておきます。で次のターンデート行きます。まあ、ここでデートっていうまた周りだけど、まあいいです。はい、で次デート行って緑2と美咲くん一緒にいてくれると嬉しいです。はい、次まあデート回復ないけどね、まあここからデートでもいいぞ、ワンチャン、ワンチャンここからデートでも大丈夫です。まあそうはうまくいかないけどね。はい、まあテクニックはしっかりと触れております。はい、で彼女エンジェルパス終了です。はい、 OK です。でここでさあ終わらせ、 OK、 ナイス、テクニック終わってくれます。いいですね、ここでテクニック終わった。体力的にもう一回はさすがに踏めないんだろうなーって感じはしてますね。体力回復させれるか、ちょっときついな。で、得意練習頻度はなし。なので、キラーパス、野生の嗅覚、野生の嗅覚からもらってきます。やっぱり野生の嗅覚からしっかりともらっていきましょう。まあ、その理由はね、やっぱワッペンあるものからももらっていくのは定石ですね。はい、で、ここは、ドリンクだよなー。タック名言2つ来てんだよなー。ちょっとドリンク足らねえな。うん、テクニックいきます。で翼練習後イベントタック、あ20回復、オッケー、タックじゃなくてドリンクの方がいい、今体力回復の方がありがたいですね。
で、ここはテクニックいきますか。さすがに学園祭もあるんで体力消費してもいいと思う。ここは体力消費でも大丈夫です。はい、ではテクニックいってしまいます。で、次はデートその次は終わらせたいな。はい、ロベルトの心配終了です。はい、そしてここで終わるものはないんでデートです。デート行っていきましょう。で、テクニック109まで来ましたね。まあまあまあ足りんじゃない？ 112 プラス性格無比だから足りるとは思うね。はい、で、喫茶店行っておきます。はい、 OK です。はい、ではセク3終了です。で、12,000-13,000点ぐらい経験点出てるんじゃないかな。11,000点からちょっと少ねえ。もうここでね、経験点稼いでいかないとまずいぞ。さあ、金徳はね、そこそこ成功してるイメージあるんで。で、ここで終わってくれない。終わってくれない。じゃあ次、黄色赤で終わらせよう。せめて終わらせようね。次終わらないとちょっとまずいぞ。さすがにまずいぞ。スタイルか。あ、終わるね、オフェンス。じゃあこれで終わらせていきます。で、スタイルはまあ取っときましょう。まあなんで、アンカーでも言っときますか。で、テクニック110ね。まあ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 。はい。で、ここでフィニッシュ。で、あと3個ね、筋力取ってか、あと2個プラス得意練習頻度。まず得意練習頻度か。踏んでいこう。で、これ2ターンぐらいで終わらせたいところ。2ターンで終わってくれれば神。はい。で、ここで逆足していきます。はい。そして、微妙だな。これはもう翼だな。緑5を言ってくれたらよかったんだけどなって感じがしますね。はい、ではテクニックいきます。で、練習後イベント来てください。さあ来い。はい、 OK。 で、神業トラップゲットですね。神業トラップは体力30回復してくれるのもあるんでありがたいです。はい、クロッサーで、ここで終わらないのでデート行きましょう。まあデートはね、アスカの場合は体力回復させるデートがでかいんで、まあありがたいっちゃありがたいですね。はい、で、うわー、ここで終わんねえか。これは高山かな。高山行って次緑で終了です。はい。ちょっと怪しくなってきたぞ。終わるかな、金属あと2個。で、テクニック。4タック。もったいな。技術がもったいないことになりますね。じゃあ、技術を全部振りに行きましょう。いやー、そうだ、激闘終わった後でもね、結構技術もらえるやつなんでね、結構もったいないですね。あ、そんなもらえないか。そうか、得意練習員ではそんなもらえないか。あ、じゃあいいや。まあ、キラーパスとかね、マジックパス、野生の復帰力は大量にもらえるからね。で、ここで33だろ。ちょっとうまいこと振りたいな。ゼロまでしたい感じはする。ロングスロー振れば20。20、ないな。コツもらった時にキープとかそうだけど、ないな。どうすか。あ、キャプテンシード。主番いくか。大和魂振っときたいの忘れそうだからな。はい、ではテクニックいきまーす。はい、で、体力回復の激闘欲しいな。体力回復の激闘が欲しいところではあります。はい、さあ来い。んー、あとい、ん、微妙だな。キラパ、とりあえずキラパですね。キラパマジパが残りました。で、ここ、おお、来た。いいの来ております。これは次のターンで終わる可能性あるんじゃないか。お、起死回生のものが来ましたね。ありがたい。で、ここ性格無比、あ、ベルベットの方がいいな。技術使える。でも性格無比か、こっちの方がいいな。うん、技術使える。はい、で、ここで敏捷はね、結構余り気味になってきましたね。やっぱテクニックのでかいタック踏めてますんで敏捷が余り気味になってきてます。まあ、それはいいにしてもね、筋力足らねえわ。ちょっと筋力足らねえぞ。で、タックこれ使っておきたいな。ドリンク使うか。ドリンク使いますか。最後のラストドリンク使います。で、ここでタック使ってるんで、技術完走ですね。ありがとう。臨床余計余ります。余裕だな。臨床はよ、うわー、ここで、あ、でも、ここデート待てよ。で、とりあえず取っときますね。で、ベルベットまで行くか。ここ遊ぶか。遊びましょうか。ここ遊びましょうか。で、神業トラップ使っといてもいいけど、ここはちょっとシャッフルしてみて。あ、無理だね。無理だ。
遊びます。はい。で、名言使い忘れだけはちょっと嫌なんで、名言はしっかりと使っておきたい感じはしてますね。で、ここで、さあどうなる？さあどうなる？お、メンタルで終わってくれる？オッケーオッケー、終わってくれるのはありがたい。で、ここで神業トラップ取ってもいいな。ちょっと取っておきましょうか。もったい、30回復もったいないですが、ここは取っておきます。いいです。ちょっとね、タックがね、ここからハマってしまうとね、使うタイミングなくなるパターンがあるんですよ。なので、いいです。あ、でも20回復きました。で、マジパー、オッケー。きました、きました。で、残り1個の金徳。で、性格無比は残り1ですね。技術は足りそうだな。筋力精神欲しいな、筋力精神。うわぁ、技術足りるんだよな。技術足りんだよな。まあでもこれいっとこうか。うん。60、使っときます。はい、ではテクニック、技術。あ、敏捷が余るな。敏捷がマジで余るな。まあ仕方ねえか。いや、オフェンスタックはね、やっぱハマりづらいんだよな。で、回復取ってませんでしたね。はい、ではテクニック、いきまーす。いきましょう。はい。で、ここで性格無比、もう全部取れますね。で、ここ。あ、これワンチャンデートなしでいけるか。デートなしでいけそうだな。じゃあ、ここ、テンション上げちゃいます。テンション上げちゃって、デートなしでいきましょう。で、筋力精神少しでも解消しておきます。ちょっとしんどいんでね。はい、で、性格無比。で、クロスとかも取ってもいいけどな。そうだな、ちょっと待てよ。パスはね、まだ取りたくはないんだな。で、敏捷を使いたい感じはするな。やっぱりね、敏捷がね。はい、では、オフェンスいきまーす。はい、OK です。あと、黄色、赤。うん、ささっと終わらせようね。ささっと終わらせようね。タイミングよく終わらせようね。で、黄色。で、20回復しておきましょう。うん、いい感じで20回復ありますんで、あと赤1です。赤1、次終わらせたいな。で、オフェンスかディフェンス。あー、何も来ない。じゃあ、これはメンタル、いや、これは20回復させとこう。どうせ次、怪我率ゼロだからね。で、筋力を回収したい。言うて精神、まあ、精神も足らないんだけどね。はい、技術は余ってます。余ってるとか足ります。はい。まあでもいい感じに来てんじゃないかな。金徳も成功してるし、まあオフェンスもちょっと上げたいなって感じはしてますけどね。はい、ではここでオフェンスかディフェンス。あ、ディフェンスですね。ディフェンスの方が稼げます。ではディフェンスいきます。はい、OK です。で、ここで試合行ってって感じですね。はい。まあこれは正直終わらないと思ってるんで、トリを適当に行っとこうかなって感じですね。はい、ワンチャンって感じです。はい、サクッとピンチャン行ってしまいましょう。はい、で、能力振っときます。オフェンスし、E まではしておきます、とりあえずね。で、ワンタッチが取りたい感じはするけど、まあ、とりあえずパワーは160まで上げておきますね。で、ディフェンスはちょい待ち。筋力使いたいんだよ、いろいろと。そう。筋力が足んねえんだよなぁ。はい、では。はい、終わりました。無事、点取れてるんで問題なくいけてますね。うん。まあちょっと点取られたけど大丈夫です、それは。点取ってるんで。はい、で、ここで 100% いって、あ、テクニックのみ。テクニックのみはちょっと痛いな。痛いな、テクニックのみな。振りたくねえけど。まあ突破力とか取ってれば、まだ。微妙なんだよな、これ。オフェンスかディフェンス来てほしかったなって感じはしますね。まあでもこれでね、一応、なんだ。殿下の宝刀取っておきたいんで、一応ここはテクニックいっておきます。まあ余ると思うけどね、テクニックと。技術と敏捷はね。技術と敏捷は余ると思います。まあでも一応いきます。はい、司令塔。もう一番はまだ来る。で、まあとりあえずこんなもんかなって感じですね。こんなもんでいきますか。まあ筋力精神ね、試合後に結構ともらえるし。はい、いきます。はい、2-0終わりました。無事終わっております。無失点です。問題なく終わりました。659。で、ここで、まあ、結構稼げたんで、経験点的にはね、多分3万はいってない。2万8000点ぐらいかなって感じですね。うん。まあ、そして、XS。まあ、金徳ね、うまいことを取れてる感じはしてるので、XS いったんじゃないかな。まあ、テクニック112にもいったし、性格無比も取れたし。はい、28,516。はい、振ってまいりました。ということで、さあ、XS でチーム、スタメン更新できますかと。
はい、黄色くなりました。エクセスですね。はい、エクセス2メモリ。今回はこれで終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。今回ね、筋力精神稼げませんでしたが、これがハマってると、さらに上を目指せると思いますので、頑張ってやっていきたいと思います。はい、また次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよなら。